ます。本当に今いわゆるタレントっていう選手は、佐藤瞳がタレントって言えるかもしれませんけれども、いわゆるそういう選手いないんですが、本当そう熱いですもんね。そうですね。今海外で橋本さんがよく活躍されているので、そうですね、このお二人の看板という形になってますね。そうですね。まず橋本友香がもう一人ね。橋本友香本当シングルスやこの T リーグでだいぶ勝ってます。そうですよね。はい。厳しいところに打っていきましたが、そこは松島がなんとか今オーバーでポイントは松島になりましたが、松島選手がどう佐藤選手のコースを考えるかというと、今佐藤選手がバックカットという形が多いんですけど、バックカットの時のミドルっていうのは右肘のあたりになるんです。なので右肘のあたり、もう本当ここ10センチ、15センチぐらいですけど、右肘のあたりにスコンと狙っていけるとですね、ちょっと崩すことができるかなと。いわゆる台の真ん中がミドルではなくてですね、構えてるミドルというところがあるので、この辺ですね。ナイスですね。今、右肘のあたりに打ったボールを切り替えてフォアカットになったんですね。それでちょっと甘くなったのがスマッシュにつながったと。コース取りができると松島選手、まだまだチャンスありますね。さあラブスリーになっています。前半取らせてくれるんですよね。先ほどの第2ゲーム、このラブスリーから一気にいきました。これですよ、サーブでサーブエースでパッと取ってここから一気に。そうなんですよね。この辺りはもうさすがねとしか言いようがないんですが、本当ですよね。さあ松島、ここはでも踏ん張りどころです。ポイントになりました。松島のポイントになりました。今佐藤選手はちょっとサイドの方、バックサイドの方にコースを変えたんですけど、先ほどミドルがやっぱり意識の中にあるので、サイドが少し今言った返球ミスにつながりますよね。このようにどんどん変えていってほしいですね。対応しましたが、ポイントは佐藤君になりました。先ほど小林さんからもそのエッジボールとかはもう流れ偶然の産物ではないというところのお話がありましたが、それこそパリオリンピックなんか見ていると、実はもうエッジボールなんかめちゃくちゃ多かったんですよね、あれね。ただもう選手は全くその気にしないっていうのは、もうまさにその通りという印象を見てて、本当にエッジボールとかすごい多いけど、選手全然気にしてないなっていう。しかし佐藤瞳、ここはしっかりとポイントしてきます。厳しいんですけど、松島選手は自分のフォア側に苦しくきて持ち上げたくなるボールをフォアストレートにポンと持っていけるのが1本入ると、今みたいに回り込みがちょっと迷うことになるので、頑張りたいところではありますね。ここですね、これがクロスにしかいかないので、1本ポンとまっすぐあるといいなと。これですね、そうですね、もう1回きました。これ抜けませんね。さあ3-5になりました。素晴らしい、ナイスプレー。さあ松島のサービス2本続きます。まず1本目、ポイント5-3。もっとちょっと。拭いてほしいという形でテーブルに汗がついたと思いますね。ただこれ小学生ながらその辺も落ち着いてますね。落ち着いてますよね。素晴らしい、素晴らしい。さすが、さすがにキャリアです。卓球のボールとあって湿気とかですね、ちょっと濡れてるとラバーがゴムなのでつるっと滑って落ちちゃうんですよね。よく気にしてますよね、選手は。また高いラリーですね。佐藤もよくこれは打ってきていますが、松島台からほとんど離れません。ちょっと離れてきていますが、佐藤が戻ってきました。これはいいプレー。よく粘りました。両選手本当によく粘りましたが。素晴らしい。ナイスプレー。これは会場のお客様も喜んでいただけたと思いますが、素晴らしいプレーでした。はい、さあ、6-3まで来ています。しかし、ここは逃がしません。ここは見事。ちょっと流れがいきかけるというところでポンと1本打ってきます。流れは絶えずというこの辺はさすがですね、はい、本当に。さあ 4-6 で今度は佐藤瞳サービス2本。もともと表情はほとんど変えない選手でありますこの佐藤瞳ですが、まただいぶ離れてポイント。今度は松島です。4-7。逆ついていきました佐藤。ここはさすが5-7。すみません、ちょっと今深く差し込まれたんですね、ボールを。でそれをもうなんとか体勢悪かったんですけど入れにいったボール逃さなかったですね、佐藤選手。あの辺がすごいですね。さすがです。はい、この辺りは本当に。松島選手でも踏ん張ってますね。素晴らしいです。いやこれは踏ん張りは見事だと思います。踏ん張ってますよ。はい。対応してナイスボール。このストレート。あのコースですね。あのコースでいけるといいですよね。ナイスプレー。今のはもう見事なプレー。これで8-5。このフォアストレート。素晴らしい。これが出てくるとさすがにこの辺りは佐藤一人も少し分かってきているようです。8-5。これはクロスに行きますが、よく返しました。ああ、佐藤君前出てもらえ、見事。左でしたね。左でしたが、ここは佐藤君見事でした。8-6。最後はストップで決めていきます。これで佐藤瞳は今度は6-8でサービス2本です。まず1本目。オーバーポイントは佐藤瞳です。これで7-8ですね。松島選手が今ストレートを使うことによって、はい、先ほどまで3分の2だったコートが今全面に広がったわけですよね。これがちょっとうまくいくポイントなんですけど、なので今佐藤選手は打ってきますね。カットならない、これですね。そうですね。打ってますね。どんどん打ってきますね。はいポイント佐藤瞳追いつきました。8-8。それで打たれた時は松島選手守備になりますよね。で今度守備しながら今みたいにカットに変わったら今度攻撃ですよね。この切り替わりでミスが生まれるんですよ。そこを佐藤選手はどんどん変えていくと、一つのことをさせてくれないのが松島選手苦しいですね。またこれが3分の2になってるわけですね。そうですね。今そうですね。ここね、ポイントは佐藤瞳。ここで佐藤瞳がポイントリードになります。ここで一度4連続ポイント。はい。タイムアウトを取って休ませてあげてもいいかもしれませんね。ちょっともう一踏ん張り最後勝負かけるために。あ、取りますかね。取った方がいいですよね。取った方がいいというところですが、もうワンプレー。オーバーポイントは佐藤瞳です。さあマッチポイントまで来ましたが、ここでタイムアウト今コールしましたが、そうですね、タイムアウトですね、タイムアウト今コールしました。相当いいプレーしてましたからね、やっぱり体力の面だけじゃなくて、集中力のスタミナというのがあるんですよね。このハイクラスになると、それがちょっとでも落ちるとパフォーマンスが落ちていったところで得点につながらなくなりますからね、やっぱりね。そうですね、もう集中力のスタミナっていうのは、ハイクラスの試合も、ドジョバティリーがもちろんハイクラスの試合なので、そこなんですけども、ただ、しかもある程度、年齢層がいっている選手が多い中で、松島とかだとまだまだいっても小学生ですから、なかなかそこまでね、スタミナがある選手っていうのは、それこそ今の張本とかでも。その時代はそこまでやっぱりなかったでしょうから。そう思います。特に佐藤さんのカットを打ち続けるっていうのはもう相当なものですよね。そうでしょうね。なのでね、こういう風になりますよね。いや本当よく頑張ってますね。よく頑張ってると思いますが。素晴らしいです。素晴らしいです。さあここサーブチャンスなので。はい。ここはサービス。あれしっかり。なごめんなさい、レシーブですね。レシーブ。この2本。まず。なんとか乗り越えて10オールに持ち込みたいところで、そうするとサービス最後の1本が松島になります。ワンオーバー、エッジボールオーバー、ポイントは松島です。これで10、9。佐藤はここで決めるかどうかです。ストレートに打ってきまして、最後惜しかったですが、最後は佐藤瞳です。いやー、ナイスゲームでした。いやー、見事なゲームでしたが、ゲームカウントは3対0、佐藤瞳が取りました。これでマッチカウント2対0で日本ペイントまでツリードでハーフタイムに入りますが、いやー、でもこれ松島美空は、大健闘です。いい試合しましたよね。素晴らしいです。だいたいこれぐらいのレベルの差があるとですね、1ゲーム目が9で 6、5 って減っていく試合が多いんですよ。だんだん何もできなくなる。逆でしたからね。素晴らしかったですね。素晴らしいです。本当に最後はもう素晴らしかったですね。ただ佐藤瞳は流れをやっぱり行きかけたところを渡さない、ちゃんとね、本当ですね、要所を抑えてる、もう本当に素晴らしい試合でしたね。この辺りはもうさすがと言っていいと思いますが、これで、ゲームカウント3対0で第2マッチは佐藤瞳が取りまして、マッチカウント2対0、日本ペイントまでツリードで、これからハーフタイムということになります。さあ、京都かぐやライズ、今日がね、今シーズン初戦、この試合、今シーズンから小林周平監督が率いるという形になっていまして、なかなか今もね、タイムアウトもちょっとタイミングとかもなかなかその辺のタイミングがなかなか難しいとは思うんですけれども、小林さんの弟さんになるんですよね。実はそうなんです。僕の弟なんですけど、彼自身もですね、選手の頃もトップクラスでずっとやってた選手で。一時代を築いた青森山田高校という、あそこで第1期生でその中でやってた選手ぐらいで、ものすごく本当天才的な卓球選手だったんですけど、